はい皆さんこんにちは今回はこちらとなります司法書士はじめの一歩トピック20司法書士のメイン業務登記を知ろうですね今回は物件変動について少しお話をさせてくださいどうぞよろしくお願いいたしますさて今日も楽しみながらやっていきましょう、えー、今回はまず先に申し上げておくとものすごく重要ですというのも皆さんが合格なさって、えー、実務に携わって 携わったときにこの登記ってのは必ずやることになると思いますえ特に不動産登記のところですよね不動産登記の業務を抜けてですね司法書士の業務は語れませんのでえ今回はものすごく力を入れてねしっかりと講義なりやったところについてはえ何とかね繰り返し見ていただきましてえもう覚えちゃうっていう勢いで一緒にやっていきましょう重要ですからねでは 早速いつものように事例のところをちょっと見ておきましょうえこの画面を見ていただきましてねまず文章を読んでいきましょう A は B から高土地を2月1日に買いましたが B は C にも高土地を3月1日に売って C に次はポイントです登記名義を移してしまいました登記名義を移してしまいましたということですねでそうするとここで、ね、右側の図を見ていただきまして売り主が B さんです飼い主がこれこ今回2人いるんですね A さんが先に買ったんです、1売却って書いてありますよね、でその後にあろうことか、B さんが C さんに売却をさらにしてしまったと、でまず皆さんね、こんなところでこんなことできるのかいと、A に売っときながら B に売ることができるのかといったら、これはできるんですね、でそうすると当然、A と C の間でこれは紛争が勃発しますよね。というのも A、A の立場に皆さん立っていただければと思うんですけれども、え自分が先に買ったのに、 なんで C さんに売ってるんですかとで自分が先に買ったんだからこの土地は私のものですよというふうに当然 A としては主張したいわけですよねで今から皆さんと考えていくのは今申し上げたこの A さんが C さんに対してこの土地は私が先に買ったんだからこの土地、公土地としましょう公土地は私のものだというふうに言えるのかどうかというところを見ていきますで結論からまままず先に言ってしまいますとここは C がもうさっきポイントって言ったところ登記を移してしまったすなわち登記をしている以上は A は C に対してこの高土地の所有権を主張することができませんこの結論をまず覚えてくださいもう一回言いますよ A は C に対して C が登記をしてしまった以上はこの公土地の所有権を主張することはできませんでここでここは条文もめちゃくちゃ重要ですから右側の参考条文ちょっと読んでいきましょう177条これは皆さんが何度も何度もね見る条文になると思いますので先にねもう見ちゃいましょうか不動産に関する物件の特創および変更はその登記をしなければこれポイントですね登記をしなければ第三者に 対抗することができないでちょっと小難しいと思いますので今の段階ではこの事例に落とし込んでください A は C が登記を備えてしまったのであればもう所有権を C に対して主張できないすなわち私の土地だと言えなくなってしまうということです、大丈夫でしょうかではここのところはすごく重要なので次の画面に移りましてちょっとぶわっとなってしまっていると思うんですけれども一緒にここ読み上げていきますのですごく柔軟位置づけです。見ていきましょう いきますいつもはねちょっと端折りながらやってるんですけど今回大事なので見ていきますよえ売買契約があった場合のように所有権などの物件が契約等で移転することを物件変動と言いますでこの言葉自体はすぐ皆さん覚えると思うんですけれどもあ物件変動要するに移転するっていうこと、物件変動これはこれそんなもんかぐらいで構いませんで次が結構ポイントでありましてね物件変動が生じるのは意思表示のみで十分なんですね。 とということは意思表示だけで物件変動が生じるわけですからさっきの事例でいうと B は A に対して売却しましたでその後に B が C に対して売却するこういったこともできるわけなんですよなぜなら意思表示だけで物件変動が起きるわけですからねこれで読め,読めますでしょうかで続き見ていきましょうでなので登記が別に必要になるわけではないんですね で契約の当事者であれば所有権を相手に主張するには売買契約の存在を主張すればよく対抗要件の登記は必要ありませんということですねでここで対抗要件ということが出てきましたそれは何なのかということを右側の用語解説のところでちょっと見ていきましょうか対抗要件とは、まあ、今回の事例のよう、ね、にこの土地は俺のものだいやいや俺のものだといったように1つの物をめぐって争っている関係を対抗関係と言います なのでこの画面でいうと A さんと C さんは対抗関係ということですこれでもう皆さんであればイメージつきましたよねでこのような対抗関係にある時に所有権等の権利を主張するために必要となるものを対抗要件というんですよちょっと言葉難しいと思うんですけど今ここのところは聞き流してください要は対抗関係なの A と C が所有権を争う関係なんだってことを押さえておきましょう でなおです、ね、対抗関係にある相手に所有権を主張することを対抗するというところですねここも流しておいてください今はねで左側に戻りますじゃあ当事者であればね、まあ、対抗要件とは問題にならないんだけれども問題となるのがいけますよここポイントです契約外の第三者に対して所有権を主張するときですねでそうするるととさっきの事例に当てはまると A と B が契約してますよねで B と C が契約してますけども A と C はこれは契約当事者の関係ではないわけなんですよでここで対抗関係が問題となりますよということなんですねなので読み進めていきます不動産の所有権の帰属について争いがある場合第三者に対して所有権の移転を主張する対抗するためには登記が必要これ今覚えます 第三者に対して所有権の移転を主張するためには登記が必要ということですね。ねなので何度でも言いますよ A が C に対してこの公土地は自分のものだというためには登記が必要なんですがしかしこの事例においては C がもう登記をしているわけですから A は C に対してこの所有権この公土地の所有権は私になるとは言えなくなるということであります。そろそろろ大丈夫でですかねでは行きましょう で第三者は、登記を備えていれば、内地の売買について悪意であっても構いませんで、ここで一旦問いますけれども、ここも非常に重要な話でありまして、これ、復習です、悪意っていうのは、何でしたっけどういう意味でしたっけ、これは知っているっていう話でしたね、知っている、じゃあ、何を知っているのかっていうと、この事例に合わせて説明をさせてください。この新さんとしてはあ B さんが私より先に A さんにこのコート地を売却してるなっていうことを知りながら買ったでそれが認められるかというとこれは OK なんですねこれも結論のところ、まあ、真ここのところね結論のところは C が悪意であったとしても要するに保護される登記をすれば保護されるわけですよろしいでしょうかでなので悪意であっても構わないわけなんですね でここからまたちょっと難しい話に入るんですが皆さんなら大丈夫ついてきてくださいしかし単なる悪意にとどまらず登記を備えていないだろうと主張することが審議則に違反すると認められるものこれを配信的悪意者と言いますでこの配信的悪意者っていう言葉を覚える必要があるんですね でこの配信的悪意者っていうのはものすごく稚拙な言い方をしてしまいますとめちゃくちゃ悪い人ですめちゃくちゃ悪人を超えた悪人を超えた悪人ぐらい悪いやつっていうふうに今は抑えてしまってくださいでこの配信的悪意者に当たるのであればこれはね 条第3者に当たらないこれちょっと今ピンとこないと思いますので私の方で噛み砕いていっちゃうと例えば C が悪意要するに知っていただけなのであれば C さんは登記をすれば保護されるんですけれども、うん、C がめちゃくちゃ悪人を超える悪人を超えた悪人であれば A はこの私が先に買ったんですよってことを言えるっていうことになるんですよよろしいでしょうか ここでちょっと小難しい言葉、配信的学医者って出てきましたあとは審議則っていう話ですねじゃあ審議則に違反する人を配信的学医者って言うんだけどもじゃあ審議則って何ってことを知らないといけないので右側の用語解説のところです、審議則のところえ。権利の行使や義務の履行は相手の信頼を裏切らないように誠意を持って行わなければならないとする原則。まあ、ここも 完璧一言一句を覚える必要は全くなくて要は、めちゃくちゃ悪いやつ配信手書医者は保護されませんよということでそれを今、抑えてしまってください。よろししいでしょうか で、まあ、じゃあ、この百七十七条ね、物件変動のと、この趣旨のところ、少し一緒に読んでいきましょう。今回、ちょっと文字小さくて、ごめんなさいね。だからこそ、すべて私の方で、えー、読み上げていきますので、えー、耳でね、何度も聞いていただければ嬉しいです。いきます。所有権などの物件は目に見えないため、えー、誰が所有権を持っているかを外から判断できるように。 公に示す必要があるんだとでその一つの例が不動産投機制度なんだよということですねですでその対抗要件として登記を要求することで不動産投機制度を維持し取引の安全を図っているとでここで一旦止めますでこれは皆さんが合格後の話にも直結する話で,で司法書士の実務化登用試験ですからねでこの投機っていうのはじゃあ一体皆さん何のためにすると思いますそそもそもさっきの事例において ね、A と C さんに争ってますよねで司法書士の登記業務メインの業務である登記っていうのは一言で何のためにするかというとこれはね所有権移転とかまさしくそうなんですけれども紛争の予防なんです紛争を予防するために登記が必要なんですねなのでまず皆さんに伝えたいのはこの事例において A さんが先に買って直ちに登記をしたのであれば C さんに後でで、ね、B が売ってしまったとしてもいやいや私もう登記持ってますからって言えるじゃないですかにもかかわらず登記をしていないとこういう事態になってしまうわけでありますすなわちそこで司法書士が登場して、えー、所有権移転、まあ、家,のい家を売買するってのは一生で一度ぐらいですからね、えー、すごく大事な取引になりますでその時に司法書士が携わって登記、えー、を確実に移す で、そうすると、この土地はこの建物はあなたのものですよ。っていうことが公に登記をすることで証明できるわけであります。で、証明したのであれば。基本的にはね。このような紛争には発達しないわけ発展しないわけなんですね。よろしいでしょうか？だからこそ今回。 すすごく力をを入れててて説明をさせいいいただいていますこれは合格後皆さんが実務で必ず直面するというか登記を語らずして司法書士は語れないのでねここのところしっかりと今はもう覚えてしまってくださいね私が覚えてくださいって覚えてしまってください。 ではもう大体のことは説明しましたのでぐっと読みやすくなったと思いますで2番の趣旨としてはもうマークの箇所だけで皆さん大丈夫ですねこの不動産投機制度っていうのは取引の安全を図るんだっていうことですねでしかしここでまたつながる話なんですけども配信的悪意者のなとんでもなく悪い人は別に保護するには値しないですよねななので登記がなかったとしても 陶器を備えてていたとしても駄目ううだというようにしたのですって書いてありますけども要はどういうことかというと C が配信的悪意者であれば別に A は陶器を持っていなかったとしてもいやいやあなためちゃくちゃ悪いやんとめちゃくちゃ悪い人じゃないですかということでこの土地は私が買ったんですよということを C に対して言えるということでありますよろしいでしょうかでは回答として見ていきましょう原則として A は C に土地のを主張できないここで1回切りますいいですかもう覚えてくださいね原則は C が後で買って登記を備えてしまった以上は登記が大事なわけですから登記を持っていない A はね C に対してこの高と地は私が先に買ったんですよという原則は言えません原則は言えないんですが次 C が配信的役意者に当たれば。 C がめちゃくちゃ悪いやつなのであれば A は投機なくして公と地の所有権を主張することができるということになりますよろしいでしょうかでちなみにこのように B が A にも売っときながら C に対しても売ることを二重譲渡と言いますでそれがどこに書いてあるかっていうとこの画面のところのねここ二重譲渡ですでいろいろ書いてあるんですけど要はもう二重に譲渡するっていうことですね これ二重乗と言いますこれも皆さん学習進むにあたって自然と覚えてくる言葉だと思いますのでイメージ湧きやすいですよろしいでしょうかで、まあ、理解の手助けになると思いますのでコメント注釈にっていうところもねもう一回読んでいきましょうか上記の事例でいうと C が A が先に勝ったということを知っていたとしても陶器を備えてしまえば A は所有権の取得を C に主張することができませんとでしかし C が A に高土地を高く売りつける目的で B から高土地を買ったすなわち配信的悪意者のような場合については C が登記を備えたとしても A は C に高土地の所有権の取得を主張することができます。もう読めますね。で以上のことを踏まえていただいた上でさあ最後やってみよう過去問平成17年ということでちょっと文字小さいので私の方で読み上げていきますね。 A は、公土地を B に売却した後 C にも公土地を売却し C への所有権移転の登記をしたとこの場合において C がいわゆる、ここポイントです C がいわゆる配信的悪意者に当たるとしても B は登記を備えていないから C に公土地の所有権の取得を対抗することはできない罰ですね C が配信的悪意者なのであれば C は177条の第三者には当たらず。 B は C に登記なくして公と著書の取得を対抗できますということですねで、ここで少しだけ触れておきますね、さっきから出てくるこれ177条の第三者って何なのかというと、まあ、先ほどちょっと登場した条文のところで登記をしないと第三者に対抗することができないということですね、すなわちこれをひっくり返して意味を伝えると分かりやすくすると第三者に該当するのであればその人は保護されるわけなんですよ。 しかし、この配信的悪意者というのは177条第3子に当たらないのでこれは保護の対象とはされていないということですね今はそれぐらいの理解で構わないと思います。えー 繰りり返しになります知識が定着しやすいようにもう1回だけくどいですけれども最後におさらいをさせておしまいにさせてくださいまず皆さん合格なさって登記業務に携わると思いますでその時に必ず、ね、大事な知識として、まあ、使う知識ですから今のうちから知っておきましょう投機というのは何のためにするのかというと紛争を予防するすなわち予防法務予防することにあるんだ登記を備えていくことによってこの土地はこの建物は私のものなんだから ということは主張できるということですね。第三者に対して主張できるということになります。え、これはまず一つ目。で二つ目としては、じゃあ実際の本試験のね、事案としてまあ、典型的なものとしてこれがあるんですけれども、この A と C、B が二重条としたような場合については対抗関係となります。で対抗関係となったときには必ず登記で決着をつけるんですね。でそうすると C がこれ悪意であって ががあれれれば保護されるこれが2つ目のポイントですすもう1回言います C が悪意であっても投期があれば C は保護されますこれは3つ目のポイントはえしかし C が配信的悪意者なのであれば C は保護されませんなぜなら177条の第三者に配信的悪意者は当たらないからですこの3つの知識のところをもうすもうインプットしていただいてもしあれだったら誰かに話してみてください まあ今日、まあ司法書士始めの一歩っていう動画を見て、まあ登記のところをちょっと見たんだけれども。え、こういうことらしいよってことで、自分の言葉でここら辺は説明できた方がいいので、え、誰かですね、あの。捕まえて、ちょ話していただくと、アウトプットをすると知識定着しますからね。え、ぜひここのところは常識にしていただければというふうに思います。では、今回もどうでしたでしょうか。楽しんでいただけましたでしょうか。引き続き、まあ、こういうふうに、実務家登用試験っていうことを考えましてね。まあ、いろんなところが、もう将来の皆さんの投資に。 なっていますのでしっかりと楽しみながらね、かつしっかりと学習をしていきましょう以上でありますではまたお会いしましょうお疲れ様でした